はい、続きにですね。ということで、50か、55ぐらいですね、老眼っていうのはね、からなりますね。で、老眼というのは、年取って嬉しいことなんですよね。発達して目が良くなるわけですから。それは普通の人と逆なんですね、人間の場合はね。これは失敗しちゃったんですね、体の。発達、そういうことなんで、まだまだ人間っていうのは遅れてますから、知識とか医学とかね、勉強がね、こういうことを上の半間家の本家の貴族、本物の貴族の先生、私しか教えられないですね。誰も分かんないですからね。人間っていうのはね、カンニングばっかしあるんです。じゃないと勉強義務教育も卒業できないんですよ。全部じゃないですけどね。だから大学とか医者になるにもカンニングなんで、テレパシーで。だから頭が全然良くないんです。虫になってるんですね。だから大変なことしちゃってるんですね。だから捨て身みたいなもんで、それをやりすぎるともう本当虫みたいなもんですからね。虫って脳ちっちゃいでしょ。だからもうテレパシーだけでほとんど動くんです、仲間の団体でね。ね。虫と同じ、脳がない。ね。で、脳を発達させないといけませんからね。ということですね。私、非常に体、血管が細いんですね。そこら辺でね。で、とにかくその、敵に回すというのは非常に多いですからって弱くないんです。強いから敵に回すわけです。人間全員ぐらい100億人どころじゃなくて、宇宙生物の敵でも回すんで、ね、人間の100億人の100倍、あ、100億倍ぐらいは敵に回すわけですね。宇宙の、そんなにいるんです。人間100億人いますでしょ。宇宙にまた人間よりか頭のいい敵が100億倍ぐらいいるんですね。それはしょうがないですね。敵に回すっていうことは大事で。ね。殺され、というか違いますからね、生き方が違うし。悪いことばっかりする。で、人間よりか頭いいですけど。ということですね。しかし、100億人か、100かける100億人ね。で、私の勢力っていうのは、身近ではその20倍ぐらいはいますからね。だから、ただ自分で作ったターミネーターじゃないけども、仮想コンピューターとかね、そういったものですね。ハイテクで、ね、網羅してるんですね、ほとんどね。めちゃめちゃ強いからっていう。例えば地球内の人間をね、人間たちとね、戦ったとしたら、人間よりか頭のいいロボット一つ作って、ね、地下で生産、自分で勝手に命令してね、人間全員を抑えろと、処分しろって言って命令するでしょ。それだけですからね。それだけで人間滅んでしまいますから。じゃあロボットは何するかというと、人間よりか頭がいいからね、たった一人で、一つ一人でね、地下に潜って地下の鉱物から自分を製造していきます。ね。それで人間の人口の1000分の1ぐらいも作んなくてもいいと思うんだけど、ね。100万分の1、どんぐらいだ、1000人ぐらい作ったらもう、戦っても勝てるかもしれないですね。人間よりか知能高いんで、兵器もね、全然桁外れてロボットが作ると思うんだね。それだけですね。それで、環境問題はね、私が古いから、生物で生きてるのが古いんで、植物でも、この地球にいる、ね、生物、ね、バクテリアでも人間攻撃しますわ。だから、それでも処分できますし。だって人間は、地球破壊したら困るでしょ。植物とかバクテリアもね。
だからそれに頼んでも人間照合ができますね。だから、がんなんかはそういうもんですね。人間が動物を殺して強奪して食べてばっかりいうのはダメですよ、ずるいですよということですね。肉を強奪して殺してね、食べるっていうのはばっかりやったらダメですよと。で、私は超肉食生物で、人間は強肉食生物で、道具を使って盗みをするのが、だから道具を使って物を食べるのが仕事ですから。私は超肉食生物ですけどね、そういう自然のその悪いことというか、合理的じゃないっていうような方法はをじゃ正すという仕事を、強肉食を処分するという仕事が入ってます。宇宙からの命令でね。これが私の仕事で、本物の役所の仕事です。人間たちの役所は嘘ですから、ただ強肉食生物で生きるための道理で勝手に言ってるだけで、全然正しくもしないですね。で、本物の宇宙での、昔は役所だったからね、役人だったからね、知ってるわけですけども、そう、超肉食生物なわけです。余分に肉をよく食べないと力も弱いし、ね、肉は食べます。それは許可されてやるわけですね。肉を、私たちの肉を食べてもいいですよ。その代わり、私たちを守ってくださいとかね、いうことで仕事するわけですね。力いりますからね、エネルギーいりますから、強力。で、強肉食生物で。ね、強ってまた道具も強ということですね。肉も多く食べたら、そういう関係で昔ね、じゃあ、複数超肉食生物は生まれることを許されない、単独であるということを言われました。